ジャスティン・アーネスト・ジョージ・モーノーは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、ニューウエストミンスター出身の元プロ野球選手、右ト左打カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、ニューウエストミンスターで生まれる。野球好きの父と、元ソフトボールの投手だった母の影響で、2歳の時にはすでにバットを手に取るようになり、その頃からすでに、右投げ左打だった。高校時代は、 ブリティッシュコロンビアプレミアベースボールリーグのノースデルタ、ブルージェイズで強打の保守として活躍し、ニューウエストミンスターの最優秀高校生アスリートに選ばれた。高校時代は野球以外にアイスホッケーもプレーしていた。1999年の MLB ドラフト3巡目でミネソタツインズから指名され、プロ入り。プロ入りを機に保守から一塁手へ転向した。 同じカナダ人であるラリー・ウォーカーとマイナーリーグにいた頃に知り合いになる。2003年にメジャー昇格を果たした時にはウォーカーからサイン入りバットをプレゼントされ6月10日のメジャーデビュー戦の最初の打席でモーノーはそのバットを使用した。それ以来モーノーはウォーカーに野球についてのアドバイスを求めるようになった。この年はツインズで40試合に出場し106 打数で4本塁打を放った。2004年は開幕をマイナーリーグトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで迎えたモルノーは72試合に出場し打率306.22本塁打63打点を記録。好成績が実って7月上旬にメジャーへ昇格した。7月末に当時の小一流医だったダグ・ミント・ケイビッチがボストン・レッドソックスへトレードされ、 もう脳が一流のレギュラーに定着。74試合で19本類が58打点という好成績を残した。もし162試合にフル出場していれば42本類が124打点となるペースであった。2005年4月6日のシアトルマリナーズ戦でロンビーローンから頭に直撃する指揮を受け、脳震盪で故障者リスト入りした。 4月22日に復帰したが、6月には、左肘も痛めた。これについて、同僚のトリーハンターから、この時期、みんな多少の痛みをこらえてプレーしているのにと、批判されたり、首脳陣の意向で打順が、なかなか固定されなかったりと、厳しいシーズンとなった。最終的には141試合に出場したが、打率、239.22本塁打に終わった。 2006年開幕前の3月に開催された2006ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。シーズンでは6月7日、終了時点で打率、236と低迷し、一度はベンチへ下げられる、ものの、その後は広角に、長打短打を打ち分ける、持ち前の打撃が復活し、6月以降は打率35、353.24本塁が、93打点を、 記録。8月7日には、球団史上19年ぶりとなるシーズン30、本類打を達成し、通年成績を打率、321、本類打34、打点130オプス、934とした。130打点は1969年に、ハーモンキルブルーが記録した140打点に次ぐ、球団史上2位で、また、 カナダ出身選手としては1997年のウォーカーに並ぶ MLB 大記録となった。シーズン終了後にはアメリカンリーグ MVP とシルバースラガー賞に選出されている。この活躍を受け、球団は4年総額2400万ドルという条件で契約延長をオファー。モーノーは当初、これを受け入れるつもりでいたが、代理人から末つを勧められたので単年契約を。 選択した。年俸は38万5000ドルから450万ドルと11倍以上に大幅アップした。2007年は前半戦から本塁打を量産し、5月には月間 MVP に選出された。オールスターにも初選出され、試合前日のホームランダー B にも出場。オールスター後はペースが落ちたものの、最終的に31本塁打を放ち、前年に続き30本塁打。 100打点を達成した。2008年1月25日に、球団史上最高額となる6年総額8000万ドルで契約を延長した。この年は全163試合に出場。6月終了時点で打率。308.12本塁打を記録し、前年に続き2年連続でオールスターゲームに選出された。二年連続となる。 ホームランダービーへの出場を打診された、モーノーは前年の大会で意図的に本塁打を狙ったスイングをしたことが後半戦の打撃に影響したと考え、出場に消極的だったが、大会前日の7月13日に参加を表明した。結果、ダービーではジョシュ・ハミルトンを破り優勝。続く15日に行われた試合では延長15回にマイケル・ヤングの犠牲フライで、 さよならのホームを踏んだ。しかし後半戦に入り、月間打率が7月、368月、2829月、243、ドープスも7月1.1818月、8399月、696と、シーズンが進むにつれて打撃が不調に陥っていく。手法として3.24月から9月まで、毎月20打点以上を上げるなど、 ある程度の役割は果たしたが、チームは、シカゴホワイトソックスとのワンゲーム、プレイオフで敗れ、ポストシーズン進出を逃した。個人成績でも、打点王のタイトルに、あと一打点を及ばなかった。2009年は、開幕前の3月に開催された第2回、WBC のカナダ代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。同大会では打率。 444を記録した。しかし、カナダは2連敗で、第1ラウンド敗退となり予選降格となった。シーズンでは、連続試合出場継続中としては、ライアン・ハワードに次ぐ記録だったが、6月21日のヒューストン・アストロズ戦を欠場したため319試合で、途切れた。前半戦は打率、341.20本塁打、69。 打点に対し、後半戦は打率、210.10本塁が31打点と低迷。8月には、内人の感染症によるめまいで6試合を欠場した。9月には、腰の疲労骨折で全治3ヶ月と診断されたため、9月12日の試合を最後にシーズンを終えた。2010年は、開幕から好調でオールスターの一類主部門にも、ファン投票で選出されていた。 しかし、7月7日の試合で脳震盪を起こした。これ以後の試合をすべて欠場することとなった。シーズン終盤になっても後遺症から回復せず、プレーオフにも出場できなかった。2011年は開幕から4番を務めたが、脳震盪の後遺症により満足なプレーができなかった。最終的に2004年以降では最低の出場試合数成績に終わった。 2012年は3年ぶりに規定打席到達を果たした。2013年開幕前の1月17日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表に選出され3大会連続3度目の選出となった。2013年8月31日にデューク・ウェルカー、アレックス・プレスリーとのトレードでピッツバーグ・パイレーツに移籍した。オフの10月31日に FA となった。 2013年12月3日に、コロラドロッキーズと2年総額1300万ドルで契約に合意し、12月13日に球団が発表した。2014年は前半戦から、好調なバッティングを見せていた。同年のオールスターゲームは、自身の古巣のターゲットフィールドでの開催であり、左打者不利の球場だったがホームランダー B に選出された。後半戦も、 校長を維持し、自震初となる、首位打者のタイトルを獲得し完全復活した。オフの10月1日に、ホセ・アルトゥーベ、ブライス・ハーパーと共に、日米野球2014の追加メンバーに選出された。2015年11月2日に、FA になると、12月には痛めていた左肘の手術を受けた。2016年は当初所属球団はなく、4月11日に、 ピート・オアと共に U-18 カナダ代表のスプリングトレーニングでゲストコーチを務めた。6月9日にホワイトソックスと年俸100万ドルと打席数に応じて最大250万ドルとなるインセンティブ付きの1年契約を結んだ。ホワイトソックスでは58試合に出場したが打率261.6本塁が25打点、オプス0.731だった。 なお、守備に就く機会はなかった。オフの11月3日に FA となった。2017年2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出され、4大会連続4度目の選出を果たした。なお、シーズンではどの球団にも所属しなかった。2018年1月8日に現役引退を表明した。今後はプロ入り時の古巣ツインズのフロント入りして、 スペシャルアシスタントとして活動する。2020年1月26日、ミネソタツインズの球団伝導入りを果たした。ミネソタツインズ在籍時は1960年代、前半にアメリカンリーグを席巻したミッキーマントルと、ロジャー・マリスの MM 法にちなみ、チームメイトのジョー・マウアーと共に、新 MM 法と称されることもあったが、本人はこれに嫌悪感を示している。ありがとうございます。